今回このうさぎのもも肉を使った煮込みをしていくんですけども、まあ、まず簡単に言うとこううさぎのお肉に、ちょっとねこう小麦粉を振って焼いて、まあ、小麦粉を振るっていうのは後からこう濃度をつけたいとか、あと表面が小麦粉でコーティングされていることでソースの絡みがいいとか、まあ、そういう意味があるんですけども、まあ、小麦粉を振ってあの焼いたのをこう一回フライパンからバットに取り出して、でそこにベースとなるこう香りのものですね、エシャロットとかニンニクとかを入れていきます。で、あとは付け合わせとしてキノコ、まあちょっとねあの涼しくなってきた、秋っぽくなってきてるんで、あの今回キノコを選びました。とあと小玉ねぎですね、あのこれもまあフランス料理の付け合わせよく使うのと、まあ見た目も可愛らしいんでね、今回小玉ねぎを用意しています。ここら辺ですね、酸味のものなんですけども、これもあの非常に煮込みをこうグッと引き締めてくれる役割のあるものです。白ワインビネガーとケイパーを今日用意してます。でこれもこう煮込み肉をただ入れるだけじゃなくて、こう熱いフライパン、熱い油の中にこうジュワーッと入れることで出てくる香り、ちょっとなんか特別なものがあるっていうか、すごい好きなんですよね。そのお酢が高温でバーって飛んだ時の独特の香り、あれをこう煮込みにつけていきたいなと思うので、今回はねあの白ワインビネガー、白ワインじゃなくて白ワインビネガーをちょっとあの使ってみようかなと思いました。ボンドボットとか使って煮込まなくても旨味を感じやすいというか、ものを作っていきたいと思います。例えばこのうさぎがないときは鶏肉に変えても同じようなものができますし、ハーブね、最後のハーブエストラゴンって結構手に入りにくかったり高かったりもするので、全然これじゃなくても、例えばあのスーパーで手に入りやすいイタリアンパセリだったり、あのディルだったり、で例えばちょっとイメージ変えたいんだったらパクチーだったりでもいいですし、そういうものでも代用は可能です。あとトマトを入れないのであれば、例えばこうクリームベースでこう作ってみようとかも可能ですね。重要な要素みたいなのがいくつかあって、まあお肉の旨味